では第4中隊による資金取り下げ技術の訓練展示を行います。本訓練についてはグラウンドで実施された展示の内容の細部を、解説して実演いたします。それでは早速実演に移りましょう。それではまずこの隊員の説明を行います。この隊員が取っているのは太刀打ち射撃姿勢といいまして、太刀打ちで、まあ、文字通り射撃する姿勢ですね。このように角材で叩いたり手で押したりしても反動を吸収して、十分に制御できるように着衣した姿勢です。前、あと右、左、このように至近距離で素早い戦闘にも対処できるように柔軟に移動することも可能です。続いてこの隊員の射撃姿勢について説明します。この隊員については警戒して待機する、姿勢です。例えばですね、皆さんの、皆さんというか、まず、まあ、悪いやつが近くに、目視できる状態で悪いやつがいない、しかしながらどこかに隠れているかもしれない、そういう場合の射撃姿勢です。銃口を下げ、視界を確保しつつ体の状態や銃の状態は先ほどですね、射撃姿勢と同じような姿勢をとって、素早く戦闘に移行できるように着衣しています。続いてこの隊員の射撃姿勢です。この隊員は通常待機している姿勢を展示しています。銃口管理、銃口管理というのは自分の持っている銃の弾丸がどこを取るのか管理することです。まあ、見た通り小銃というのは非常に殺傷能力が強い武器ですので、弾丸が通る部分については全て危害が及ぶものとして注意深く操作する必要があります。この台についてはちょっと待ってください。銃口をですね、自分の右足と左足の間に置いて、例えば隣に人が通ったとしても銃口が向かないように着衣しています。それでは、端の隊員になるんですけども一連の動作を実施したいと思います。間近に脅威が出現しても素早く待機姿勢から射撃姿勢に移行します。それでですね、グラウンドでも実施していたんですけども、隊員が最後に、射撃終わった後に最後に銃を最後に振っているのは、射撃が終了しても、まだですね、敵が残っているかもしれないので周囲を索敵するなどして常に油断しないように着衣した行動となります。で、続いてグラウンドで展示した方向変換の要領について説明します。射撃終わり、段階を追って説明します。まず、兆候ですね、悪いやつがいる兆候を確認した隊員は目視で脅威を確認します。それとともに安全に方向変換するために銃口を避けます。で、その後素早く方向変換して射撃を行います。このように近傍に人がいたとしても安全に方向変換を行うことが可能です。続いて中間姿勢の動作です。このように片膝をつくことによって上体の状態を安定させて、比較的遠距離の目標にも射撃できるように着衣した姿勢になります。
続いて武器変換技術です、拳銃に持ち帰る、やり方ですね。至近距離に、脅威が存在した場合、対応の暇はごくわずかになります、よって例えば小銃が故障して発砲できない場合、拳銃に持ち替えて速やかに発射するわけですね、それでは段階を追って説明します。まず故障が発生して銃が使用できなくなったことを知った隊員は素早く銃を下げて拳銃に持ち帰る準備をしています。続いて拳銃を抜き出します。この時ですね、自分の拳銃の重心が短いので自分の左手を撃たないようにする着衣が必要になります。そのまま抜き終えると同時に、構えて発砲します。続いて下打ち姿勢です。以上のようにこのように変則的な姿勢であっても反動に頼る姿勢を取るように着手します。続いてグラウンドでは実施していなかったんですけども、我々が兵装を訓練している技術の一部について展示したいと思います。まず弾倉交換の技術です。シェイケオイ、戦闘中もし弾が切れた場合、当然弾倉を交換して新しい弾を装填しなければなりません。続いて段階を追って説明します。シェイケオイ、弾が切れたことを察知した射手は素早く銃を構えたままですね、弾倉を取り外します。その後新しい弾倉を装着します。でスライドを操作して弾を装填して射撃を継続します。弾倉交換については以上です。次故障排除ですね。射撃を、銃が何らかの原因で弾が出ない、となった時、銃を素早く操作して故障となる原因を排除、続いて射撃を行う要領です。それでは段階を追って説明します。射撃を、まず銃が故障して弾が出ない、これを察知した射手は弾倉の装着状態を確かめます。続いてスライドを引いて故障となる原因、故障の原因を排除します。新たな弾を想定し射撃を継続します。以上で訓練展示を終了します。皆さん、さてですね、話は変わりますが、この4名の中で一番かっこよかったと思う写真は誰でしょうか。この方、この人、この隊員が最もかっこよかったと思う方については拍手お願いします。続いてこの隊員がかっこよかったと思う方、今のところ一番多いですね。この方、この隊員がかっこよかったと思う方、若干落ちる形ですね。最後、この団員がかっこよかったと、まあまあぐらいですね。はい。
我々にとっては皆さんの声援が常に糧になりますので、これからもご声援お願いします。ちなみに、こちらの隊員とこちらの隊員については、彼女がいません。展示終了後、待機室の後方で、アドレスを無料配布予定です。我々については兵装からこのように訓練を行い、常に即応できるよう努めております。ご清聴ありがとうございました。群衆の皆さんありがとうございました。